次姿に見惚れちゃった。このスマ、ただもー。はぁ、今日もよく働いたぜ。おかえりなさいませ。うおぉ、お前らなんでここにいるんだよ。しかもそんな格好して。カズマ様は日頃より世のため人のために尽くしていらっしゃいますから、たまには感謝の気持ちを込めておもてなしをさせていただきたいのです。怪しい、結構です。まあまあ、そう言わずに。そうだ、帰ったばかりで疲れてるだろうし、マッサージでも。うわ、やめろ。遠慮すんなって。最初は嫌だ嫌だって言ってもだんだん良くなってくるから。ちょ、その手つきやめろって。一体何なんだよ。でしたら勝間様、お風呂でもいかがですか。私の雷で電気風呂にしてみましたの。血行改善や疲労回復の効果が期待できますのよ。断る。どうせ電気強すぎて感電するパターンだろ。いつまでもいたずらで怒らないと思ったら大間違いだからな。俺は女でもドロップキックをかます男、カズマさんだ。本当に善意でしたのに。善意はまた今度受け取るよ。今日は疲れたし、さっさと着替えてね。うん、ない。俺のジャージがない。暖炉の前に置いてたのに。ヒューヒュー、お前ら俺のジャージをどうしたんだ。知らない、俺は知らない。そうですわ、ダストが勝手に売ってしまっただけで。おい、メル、裏切んのか。お前だって亡くなってたら面白そう、素敵ないたずらだって言ってただろう。そうですが、売ったのはダストではありませんの。なるほどな、それなら仕方ない。もてなしに免じて許してやろうなんて言うとでも思ったか。二人で今すぐ買い戻してこい。いや、でももう遅いし、それに質屋に入れたから流れて他の町に行っちゃってるかもしれない。お前がどんだけ借金してるかリーンに話してもいいんだな。それにメール、スコールに言うぞ。ひこのスバ、